次のチームなんですけれども、まずちょっとあの作品の簡単にご説明をさせていただきたいと思います。書き上げというですね、文芸バトルイベントと称した、サイトがございまして、そちらでテーマを決めて、そのテーマについての作品を、みんなで集めて発表していくっていうところがあるんですね。でそちらに、掲載された作品をこれからやるんですけども、その時のテーマが壺というテーマだったので、まあ、壺が出る作品ということになります。まあ、どんな壺かというのはお楽しみということで、簡単にご説明でした。では皆さん、大丈夫ですか、はい、じゃあ準備ついていただいてではお願いします。宇宙は生命の源だよ。星々の光の中に命が満ちているかと思うとワクワクしないか、マリエ。そう言って帰らなかったジョンから20年前のメールが届いた。マリエ、お宝を見つけたぞ。制風を受けて。そのメールの位置情報からここが分かったんですか。スクリーンには厚い雲に輝く惑星が遠ざかりつつある。助手席でしみじみと感じ入るタケルにマリエはうなずいた。最後の通信が救難信号でないところがジョンらしいといえばジョンらしいんだけどね。ジャンク屋業の下請けの下請け、コール報告なしのアバウトな使い走りにとって亜空間通信の故障は致命的だった。20年もかけて通常通信が届いたこと自体奇跡と言っていい。もっとも最後の数秒はそれまでの数十倍の距離を亜空間通信によってリレーされたのだが、どうしても船長に届けたいというお父上の執念ですかね。実際すごいお宝ですよ。タケルの興奮も無理はない。三星雲の吹きすさぶ遭難船の残骸の中からマリエたちはアダマントの壺を発見したのだ。アダマントは高い高度ながら軽量で貴金属としても珍重されている希少金属である。しかもかなり高い純度ですからね。おまけに壺となると未知の文明の可能性もあって宇宙的にも大激震です。思わず上ずった自分の声に気づき、タケルはすまなさそうに肩を縮こませた。すみません。いいよ、結果は分かっていたし見つかっただけでもよかった。壺の発見場所はマリエの父ジョン・ロクスの終焉の地でもある。告白の環境と20年の歳月で宇宙船は原型をとどめないほどに腐食し、無論遺体は確認しようがなかった。それより恋人が待っているのに遠回りさせて悪かった。感謝してる。クールフェイスと名高い船長の微笑みを受け、いえと慌ててタケルは目をそらせた。赤面をごまかそうとこのところ不調の観測機器の調整に勤しむ。まあ実質は会社と折半になるでしょうけど、評価も上がって昇給間違いなしですね。お宝を発見しても勤め人根性から離れられないタケルにマリエは苦笑した。がそれは自分も同じだ。新米中高士の頃は胸弾ませた銀河も亜空間航行を重ねているうちにいつしか日常となって、今では会社指定の調査をルーティーンにこなすばかりになっていた。嫌いではないけれど、生命の満ちているはずの星々を前にこんなものなのかとの失望がある。ワクワクしないか、マリエ。後ろの保管箱から壺を取り出した。あのただれた世界でも損なわれることのない極光の輝き、滑らかな表面は手に吸い付くようだ。ただその口は再び塞がれ、比重結果から別の何かが入っていると思われる。しかし中身が何であれ、マリエの心中の苦さは消えそうもなかった。宇宙を見上げてさまざまな宇宙生物の営みを語るジョンの光、瞳の光はマリエの脳に焼き付いている。妻に逃げられ小さな娘に名を呼ぶよう頼む男ではあった。しかし亜空間による星間飛行が一般的になった世界でなお、彼には宇宙への夢が満ちていた。マリエが長じて
自称宇宙生物学者の父の実態を知った時も、幼い心に灯された輝きは少しも陰りはしなかったのだが、結局ジョン・ロクスはお宝を五章を大事に抱えて果てるジャンク屋に過ぎなかったのか。自分が求めていたワクワクはこんなものだったのか。ジョンの思いを追い中高士となってここまで来たというのに。マリエは首を振った。親不孝の失意はともかく、遭難原因を探る必要がある。幸い回収できたログボックスを再生装置にセットし、記録を遡って最初の異常を検索した。マリエの眉が次第に寄っていく。見上げたスクリーンにはもはや惑星は見えず、主星が輝くばかりだ。宇宙船は亜空間ポイントを目指し、小惑星帯を横切っていて。え？あれ？つぶやきがマリエとタケルの口から同時に漏れる。そこへいきなり緊急警報の金切り音が船内に鳴り響いた。小惑星帯を通過中、眼界が接近、アラートが鳴って、エンジンが急に不調になって回避不可能になって。すぐ脇のタケルが涙声でなってなってと報告する。その結果が救命ポットの窓の向こうに宇宙船の残骸となって散らばっていた。マリエはため息をついた。まあこうして生き延びて亜空間通信で救難信号も送ったから。そうですよね。会社の保険はあるし、壺もログもなんとか持ち出せたし。でもこんな大不運めったにないです。意気消沈するタケルの言葉が耳に止まる。そう、めったにない。しかしありえないことではない。だからこその保険なのだが。タケル、ジョンのログにも星間物質が衝突したとあったよ。やはりエンジントラブルで回避できなかった。大破は免れたものの、すぐ近くの惑星に不時着せざるを得なくなった。これも大不運なのか。もちろんジョンの宇宙船は数十年を経たオンボロ船だったので、その可能性は大いにある。しかし整備の整ったマリエたちの宇宙船も重ねて同じ目に遭うとは考えにくい。偶然じゃないってことですか。目を瞬かせるタケルにマリエはうなずき、そういえばと顔を上げた。アラートが鳴る前何かあったの？ああ、いえ、調整中に中古の感応波測定器の数値がすっ飛んだもので寿命かなと。それは…とマリエが言いかけた途端、狭いポット内をまたも警報音がつんざいた。物体接近の声と同時に飛びついたエンジンレバーを即座に引く。が、これも作動しない。戦争に張り付いたタケルが近づく眼界を認め悲鳴を上げた。ひどい、何の因果でこんな目に。因果、つまり原因と結果。ジョンと自分たちにある共通点は何か。同じ結果ならば原因も。そこで典型のようにひらめいてマリエが叫んだ。タケル、壺だ、壺を捨てろ。死の子の言わず即座に命令には従うのがこの青年のいいところだ。しかし取り出した壺を排気シュートに入れようとして再び泣き声を上げた。つっかえて入りません。計測済みの数値からそんなバカなと思うが、今は深く考えている暇はない。すぐにヘルメットの装着と身体固定を指示し、開閉扉のハンドルを回した。ガコンと鈍く船体が響き、丸い暗闇の向こうに水蒸気の雲がパッと散る。それとともに暗い空間へ吸い込まれていく壺のきらめき。扉が閉まるやたちまちエンジンが復活した。 G で体を壁に押し付けられながらなんとか障害を除くと、ちょうど壺が眼界に衝突したところだ。もちろんこんなことで極光の器は壊れはしない。しかも反作用の力と衝突角度が相まって、今度はこちらにまっすぐ向かってくる。いやー、あっちへ行ってくれ。しっしと手を振るタケルの横でマリエは加速レバーを握りしめた。救命ポットの燃料は少量なので、できるなら使いたくない。白銀の成功を返す壺はゆっくりと回転しながら近づくが、どうやら接近通過で済みそうだ。息を殺して見守る二人のすぐ前をアダマントの輝きが横切った。壺の曲線に沿って光が流れ、
繊細なスペクトルを紡ぎ出す。緩やかに色彩が変化し、こうして宇宙空間にあると極光とは思えない。むしろ柔らかささえ覚えて。柔らかく、そして暖かく。マリエ。その呼び声。ああ、綺麗ですね。遠ざかる壺を見送りながら、タケルが感嘆した。そこで急な船内 G で体を振られ、ひゃっと声を上げる。ごめん、タケル。加速レーバーの入った救命ポットは、たちまち壺に追いついて、素早く伸びたアームがこれを捉えた。船長。タケルが困惑した眼差しを向ける。マリエ自身何をしているのだろうと思う。望みは塔の昔に諦めていたはずだった。今さらお宝を委ねられたところで報いられることはない。けれどこの壺を、光を、ジョンは最後まで見つめていたのだ。おそらく。ワクワクしながら。その時、壺が光を発した。しかも口のあたりがまぶしくうごめき、中から細長いものがするりと姿を現す。と瞬く間にまっすぐ伸びて、目の届く果てまでに至った。また左右へは対の視線が次々と何筋も伸び、間を白銀の幕が張っていく。まるで巨大な木の葉のようだ。さらに大きく広がるにつれ、幕は薄くなり、向こうの成功が透けるほどにもなった。もはや全体のスケールはマリエたちにはつかめない。幕の揺らめきで星々が瞬く。やがて幕に小さな青い光がぽつりぽつりと灯り出す。それがたちまち弾かれたように全体に広がるや、いきなりポットが加速した。何なんですか。あれ。総外からの淡い光が波のように揺れて、呆然としたタケルに降り注ぐ。政府、高政府を受けて進んでいるんだ。言葉にして、ああとマリエは腑に落ちた。ジョンはこれを見たのだ。清風を受け、漆黒の海を渡る巨大な帆、銀河をめぐる宇宙気流に乗って旅する者の姿を。そう、旅する者。あの壺には命がある。でなければどうしてジョンがお宝だと20年もかけて知らせようとするだろう。ワクワクしないか、マリエ。アームを離れた壺が星々の真ん中へ消えていった。やがて薄い穂も闇に溶け込んで、時折思い出したように滑る青い光がその大きさを認識させた。あのまま救助を待つことも考えたが、万が一再び眼界に襲われてはもう打つ手はない。ただ壺を廃棄したため昇給はなくなりそうで、タケルにはすまないと思う。いえ、眼界を引き寄せる感能力の生物なんておっかなくって、計測数値が飛ぶはずですよ。ジョンのログにも強力な感能波が観測されていた。意思の有無はわからないが、高性風のある環境へ移動する手段ではないことマリエは思う。だからこそ極光のアダマントなのだ。エンジン不調はその余波なんですかね。マリエは窓の向こうの深淵へ目を馳せた。すでに穂のきらめきも捉えがたい。本音を言えば話したくはなかった。もとより会社にも誰にも渡したくなかった。けれど遥かな先々で、壺はそのアダマントの局面に幾千幾万もの成功を移すだろう。それを思うとワクワクした。もはやジョン越しではなく、彼と共に同じ光を見ている実感があった。通信機が点滅する。救助艇が近づいたのだ。移船準備に保管箱を探り始めたタケルが突然驚きの歓声を上げた。壺の破片が落ちてます。これって。マリエは目を見張ると思わず声を上げて笑った。道理で大きかったはずだ。脱皮した壺はアダマントの殻を残していたのである。清風を受けてでした。ありがとうございました。カメラ
ここにいるはずだったんですよ。はい、退場。止まってないけどね。